なぜ菅義偉首相は1年で退任することになったのか。元外務省職員の前田雄大さんは、菅首相には、質問に答えない、言葉が響かないという批判がつきまとい支持を失った。官房長官時代と変わらない言葉遣いや会見スタイルが裏目になった、という。なぜ菅首相が退任に追い込まれたのか。菅義偉首相が自民党総裁選への立候補を断念し、9月末の総裁任期満了に伴って首相を退任することになった。7年8ヶ月に及んだ安倍政権を支え、昨週の総裁選で圧倒的な得票で党総裁に選ばれながら、なぜ1年での座を明け渡すことになったのだろうか。新聞やテレビ報道では、派閥の動向に着目した政局から解説がなされることが多いが、筆者は、菅首相のある、言葉遣いに決定的な原因があると考えている。緊急事態宣言の発出や延長に際し、菅首相は繰り返し記者会見に臨んだ。その度に向けられたのが、聞かれたことに答えていない、言葉が響かない、という批判の声だった。月刊誌、文藝春秋、10月号によれば、菅首相は同氏の単独インタビューでこうした批判を受け止めつつ、どうしたら国民に言葉が届くのか、もう一度一からやり直さないといけないと感じています、と述べている。菅首相は自身の欠点を認識していたものの、最後まで言葉遣いを修正できなかった。筆者は外務省の官僚時代、首相や大臣の国会答弁、プレス対応用の応答要領などをこの手で書き、また同僚が書いたものをチェックし、決裁をしてきた。その経験から、菅首相がなぜ評判が芳しくない言葉遣い、記者会見のスタイルを続けたのかを読み解きたい。実際に首相会見では、記者の質問に正面から回答することはほとんどなかった。具体的に会見内容を見ていくと、その傾向がよくわかる。8月5日の首相会見を例に取りたい。菅首相の言葉への違和感の招待記者会見は、首相官邸の記者会見場で開かれた。会見時間は約1時間。まず冒頭の約15分間、菅首相が用意された原稿を読み上げる形で、施策の発表と現状の分析、そして今後の見通しについてスピーチ。次に記者からの質疑となる、参考、新型コロナウイルス感染症に関する菅内閣総理大臣記者会見、この質疑応答で、国民の気持ちを代弁するような、わかりやすい質問をビデオニュース .com の神保哲夫氏が言った。質問の用紙は単純明快、菅政権のコロナ対策は本当にうまくいっていると思っているのか。その根拠は何か、問題があるなら何か、である。これに対する菅首相の回答の用紙は以下である。自分は毎日コロナ対策をやってきた。コロナのワクチン接種に全力で取り組んできた。ワクチンについては海外と制度が異なり、日本は制度上、どうしても遅れる仕組みになっている。しかし、これからワクチンは欧米並みに接種が進んでいく。自分自身、このワクチン接種には全力で取り組んできて、そこは良かった。引き続き、全力で取り組んでいきたい。コロナ対策をしっかり進めて、一日も早い、かつての日常を取り戻すことができるように全力でやっていきたい。冷静に読み解けばわかるが、菅首相は質問に見事に答えていない。神保氏の関心は、ワクチン施策の評価だけではない。
政府のコロナ対策全般が機能していないのではないかという疑問と、感染者数に歯止めがかからず、死者も出ている点で対応に問題はないのかを問うている。その現状認識の上で、政府のコロナ対策は本当に結果を出せているのかを聞いている。神保氏は、別にワクチンの進捗がうまくいったかどうかを聞いているわけではない。菅首相や政府が全力でやったのかを聞いているわけでもないのだ。噛み合わない質疑応答以上を整理すると、あなたは本当に結果を出せていると思っているのか、という結果を問う質問に対して、全力でやってきた、と頑張り度合いを答えている。コロナ対策についての全体評価を聞かれ、ワクチン政策の進捗の評価に変えて答えているのだ。もう一つ、時系列でわかりやすい例があるのでご紹介したい。8月5日の質疑で最初に質問をした北海道新聞の記者であるが、彼の質問の用紙と菅首相の答弁を対応すると図表1の通りになる。一見すると先ほどよりはマシのようだが、整理すると質問には答えていないことがわかる。ワクチンに偏っているのではないか、というワクチン偏重の指摘に対して、ワクチンを含むつの柱でやっていく、と答えているのはその典型だ。また、出口はいつなのか、という、ポエムを尋ねているのに対して、出口戦略については、対策を徹底し、ワクチン接種を推進する、と、ハウを答えている。